元気です。すいません、公演がなくなってしまいました。こんばんは。ありがとうございます。私はもう全然もう 何にもないんですけど、何にもないです。ありがとうございます。何にもないです。こんばんは。急にお休みだと夜ご飯どうしましたか？マック食べました。めっちゃ久しぶりに食べたマック、マックを食べてしまった夜に。めっちゃ久々。なんかバナナキャラメルパイ美味しかった。全然チーズバーガーね、ダブルチーズバーガーね、全然ね。こんばんは。めっちゃ久しぶりかも。じゃあ久しぶり。今日はお化粧する時間なさすぎて適当。ここ塗って、こことここ、暑いですね。最近は暑いですね。
ばんは。暑いです、はい。暑いです。皆さんも気をつけてください。こんばんは。どっちも耐えられるよ、割と。結局人間どっちも耐えられる、どっちも耐えられるから生きてるんだよね。そう、友達いっぱいとかじゃなくて大きい大きいって表すんだ、友達いっぱいのこと。友達いっぱいとかじゃなくて、お、いっぱい大きい友達なんだ。こんばんは。ありがとうございます。何でもありがとうございます。こんばんは。スッキリしてる。なんだ、何かだ。こんばんは。なんかさ、湿気でさ、前髪がさ、めっちゃさ、なんか分厚く見える。なんかあれだよ、同期だけだよ前髪分厚い方がいいってたまに言ってくる。ゆあは薄い方が全絶対いいって言ってくるけど、他の同期は大抵前髪厚い方がいいって。人によりけり、よりけりです。こんばんは。もう肩についてるよ。もう肩についてるから、もうあのどんだけ内巻きにしたってもうその羽になる。もうそういう髪型になりました。
つものがいいか、いつも通りなんだよこれ。これいつも通りではあるんだよ。いつも通りだけど、なんか謎に湿気で終わってるだけ。すいません。オイルつけてません。なんだろうな。みずみずしいよねとかいいんじゃない。湿気ってやっぱみずみずしくていいよねっていうかもしれない。でも私分厚い方が好き。あ、分厚いじゃない、普通のが好きですね。分厚くても似合わないし、薄すぎても似合わない。こんばんは。こんばんは。ありがとうございます。こんばんは。そう、なんか二次元好きなの知らなかったって、めっちゃなんかめっちゃは嘘結構言われてびっくり。結構好きです。私が一方的に入りたかったです。じゃあ言って入らせていただきました。入りたかった。みやびちゃんが入ったって知って、え、いいなって思って言いました。入りたいです、言いました。どんだけのアニメが好きな。私はダークファンタジー、ダークファンタジー系と、あとサスペンスとサッカーが好きです。もう今日は顔面がダメな日ですね。
ヤズマイレブン世代ではないかも。世代ではない。私はちっちゃい時はプリキュア、プリキュアもそうだけど、プリキュアは本当にちっちゃい時で、小学校の時はもうアイカツ、ずっとアイカツ。変にアイカツしかやってなかった。永遠アイカツで、今アイカツしてる。こんばんは。学校一アイカツの、あのレアカード持ってた、自信あるレベルにやってた。もうこういうカードケースにスタメンを入れて、あともう一つこんぐらいのボックスにドワーって入れたやつを持ってってゲームやってた。本当ありがとうございます。そのカードにもレートがあるから、こっちのそのバインダーの方に入れてるやつはもうレアカードばっかりだから、こっちの大量の方に入ってるやつは1対1で交換していいんだけど、こっちのバインダーに入ってるのはもう3対1ぐらいじゃないといけなかった。友達と交換するとき。こんばんは。もう生写真にもあるの？レートが？なんてこった。もうね、うん、そう決まってたの。キラキラのレアカードは1対1で交換できない。決まってた。その頃から。どうもありがとうございます。
つも決まってるの。なんか友達同士で交換したり、あの普通にゲームセンターに行って、会ったことを交換したりするんだけど、それをなんか普通にゲームセンターでやってくれるゲームセンターがあったの。なんかもうゲームセンターがもうなんかそれをその中間のなんか交換業者みたいなのをやってくれてるところがあって、そこにこれを交換したいんですけどって言うと、同じレートのカードのファイルを持ってきてくれて交換できる。仲介料は無料だよ。そうで、それでどんどんこうカードが回ってくみたいな、そういうゲームセンターがあって、そうだ、レアカードだったらレアカードのファイルの中から選んでいいよみたいな。それを毎回持ってってやってもらってた。よく考えたらめっちゃ優しくない？めっちゃ優しいよね、普通に。めっちゃ優しすぎ。でも向こうからしたら、ちっちゃい子がカード交換してくださいって言ってくるから面白いよね。で、レアカードだからレアカードだからこれと交換したいですってちっちゃい子が言ってくるっていう。めっちゃいいよね、そのシステム。てかね、そのシステム知ってたのも結構なんかすごくない？普通の人だったら知らない情報じゃない？ここが仲介業者だみたいな。こんばんは。どうもありがとうございます。そう、トップスボトムスシューズアクセサリーで4個でこうコンプリートなの。普通にすごいよね。なんかさ、なんでさ、そのさ交換してくれるって知ったんだろう。覚えてないけどさ、結構すごいよね。こんばんは。なんかしかもその交換するファイルがなんか黒い分厚いファイルなの。もうさ、特別感満載じゃん、そんなの。すごくない？普通にカード交換してくださいって言ったら黒いバインダーが出てくるんだよ。かっこよすぎ。ちっちゃい頃からちょっとイケてたかもしれない。かっこよくない？普通にかっこよかったかもしれないです。こんばんは。そう、ちょっとなんか例のものお願いしますみたいな、そういう感じ。かっこいい。ちっちゃい頃の自分かっこよかった。でたまにそのレアのかぶっちゃったやつを出しに行くと、あ、これ結構レアなやつですよねみたいな言われて、でこれはめっちゃなんかレアで、あのレート高いからこっちのレアのバインダーから2枚取ってっていいですよみたいな、そういうのあるの。
取引があるんですよ。こんばんは。めっちゃかっこいい。めっちゃかっこよかった。今考えると、そうで、だからそこでゲームやって、レアが出て、うわ、かぶったって思っても、レアがかぶるなら全然 OK。 逆に欲しいのもらえるから。こんばんは。どうもありがとうございます。あればいいのにね。SE も缶バッジのランダムとかさ、あればいいのにね。もうレートとかなしにさ、もうこれを交換してほしいですみたいな。どうもありがとうございます。どうもありがとうございます。こんばんは。こんばんは。もうすぐもう30日ですね。もうすぐ30日です。早いもので、どうもありがとうございます。もう NGF の練習か。なんかもう、なんか最近振り覚えがなんかだいぶ早くなってきて、結構すごいなんかいいなと思ってる。振り覚えがなんか結構早い。だからなんかシンポジとかあっても、割と前までどうやって覚えてたのかなんかよくわかんないんですけど、なんか自分の覚え方が最近分かってきて、そう、結構すぐ覚えられるようになった。あと4ヶ月で成人。怖すぎ。普通に怖すぎる。振り覚え立ち位置、そうか、振り覚えと立ち位置は別か。立ち位置かな。なんかちょっとなんか覚えるの早くなってきた気がする。一から覚えて、一曲どれくらいで覚えられるもの、曲によるけど、ワンハーフかなら、どんぐらいと思ってるんだ、どんぐらいだろう、どんぐらいと思ってるのかな、どんぐらいと思ってんだろう、わかんない、どんぐらいと思ってんだろう。なんかこれに関しては天才とかじゃなくて、普通に努力の賜物だと思ってます。自分でなんかこうちょっとずつ培ってきたものだと思ってます。なんか加入した頃一曲
後2、3日わかんない、わかんないな、なんかわかんなくなってきちゃった、なんかわかんないな。SK48 みんな1日だよ、みんな1日で覚えてるよ。なんか今までさ、なんかどうやって覚えてたんだろうって思う最近。なんか割と S とかさ、なんか結構いろんなアプリやったけど、どうやって今まで覚えてたんだろうと思うぐらい最近自分の覚え方をなんか分かってきた。こんばんは。今までどうやって覚えたのかわかんないですね。なんか今までさ、どうやってさ踊ってたのかわかんなくなってきちゃった。なんかさ最近さ、なんかダンスってさ意味わかんないなって思い始めた。なんかダンスってよく考えたら意味わかんない、こ意味わかんないなって、何をさ、なんかすごくない普通に。だって普段しない動きをさ、なんか意味わかんない順番でさやってるわけじゃん。結構さ、なんかダンスってさ、なんかすごくない？なんかさ、ダンスってさ、なんかすごくないって最近思い始めた。だって普通にさ、なんかさ普通にさ、なんかなんていうの、なんていうの、だからなんだろう、してるし、なりばいいだったらさ、何この動きって思い始めて、なんかなこの、なんかなんか絶対に普段生きててこんな動きをしないのに、この動きをして、で次にこうやってやって、でそこはチラシのアリバイって歌詞での意味わかんなくなってきた最近。なんかすごいな、なんか人間ってなんか結構すごいことやってるなって思った。結構なんかすごいことしてるよね。こんばんは。そう、なんか練習するときはそうなんですよ。なんか何も考えずに踊れるようになったらもう完璧なんですよ。私もそこまで練習するんですけど、なんかよく考えたら、なんか何も考えずに踊ってんのってなんかやばいなと思って、なんかやばくないって思い始めた最近で、普通になんか携帯いじりながら、なんか立ち位置だけ やりながらメール書こうかなって思って、この間あレッスン場に誰もいなくて、なんか立ち位置こう入りながら曲に合わせてメール書こうと思って、メール書きながら音楽に合わせて移動しながら踊ってたんですよ。なんか普通にさできるからさ、なんかすごいと思って、なんかすごいな人間ってなりました。人間ってなんかすごいな。だってこれをさ、だってさまださ、なんか加入して半年のさ、こんなさ新人がさ、なんかできるようになってるってさ、すごくない？普通に人間ってさ、なんか半年でさここまで来れるのかと思った。
さんもありがとうございます。なんか本当になんかすごくない普通になんかすごいなって。なんか人間すごいな。人間ってすごいなと思いました。どうもありがとうございます。で全然全然多分他のメンバーさん全然もっとできると思います。私でなんか謎に考えずにできるようになってるのがやばい。普通になんか意味わかんない、なんか自分意味わかんない。半年やったらこうなれるんですけど、なんか怖い。確かにピアノやってた時もよく考えたらさ、わけわからないね。え、ピアノやってた自分も結構すごいんだ。なんか、え、だって普通にすごいね。なんかピアノもすごいね。ピアノもすごいんだね。え、わけわかんないじゃんね。わけわかんないじゃん。ありがとうございます。そうです、こんばんは。どうもありがとうございます。目を見ながら左右のセリフ、それすごいよね。なんかでもそしたらさ、ピアノとダンスって結構似てるよね。腕と足違うことしてるからね。こんばんは、おしありがとうございます。でもピアノやってると、あ、でもピアノは譜面があるか、譜面見ながらできるか。こんばんは、お花ありがとう。なんか最近本当になんかすごいなと思って、人間ドラムかっこいいよね。いろんなポジションやって立ち位置ごっちゃになる、一回だけある、一回だけごっちゃになって劇場で逆のポジション行ったことあるよ。一回だけある。こんばんは。ねえ、なんかすっごいね、すごいな、すごいな。こんばんは。どうもありがとうございます。人間ってすごいな人間ってすごいなと思いました。どうもありがとうございます。で確かにヒール履いて踊るのもすごいな。なんか
なんか当たり前にやってたけど、意外となんかすごいことなんだなって最近気づいた。楽園の階段のヒールなんかさ、もう最初さ、これで踊るのって思ったけど、まあ普通に踊ってるし、なんかすごいな。どうもありがとうございます。ダンスが最近なんかわけわかんないなって思い始めました。すごいと思う。なんかすごくない？すごいなと最近思い始めた今日この頃でした。こんばんは。曲によるんじゃないですかね。曲によると思いますね。女王バチ店にもめちゃくちゃ行きたくて、めちゃくちゃ行きたい。こんばんは。ありがとうございます。ありがとうございます。うっそ、昨日までだったの？もう最悪だ。行きたいってさ言ってさ、まだ始まってないだろうと思ったらさ、一気に忙しくなっちゃってさ、行く暇なくて終わったってこと？昨日までだったら無理だよね。普通にだって無理だったもん。休みがなかった。休みがなかった。もうこれはもうなんか、もうなんかさ、もうさ、もうなんか休みがなかった。意味がなかったんだよ。縁がなかったんじゃなくて休みがなかったんだよ。行けなかったん。休みがなかった。でもこれはもう仕方ない。本当になんかこう自分の趣味よりもね、そんなね、仕事の方が大事ですから。もう私が乗馬地点に行けなかった分、皆さんツアーを楽しんでもらって、ツアー楽しんでもらって、もう私が行けなかった分まで楽しんでもらって、本当にお願いします。ぜひ楽しんでもらって来てもらって。ぜひ。こんばんは。
本当ありがとうございます。こんばんは。いや、めっちゃ行きたかった。でも仕方ない、もう仕方ない、皆さんに素敵なツアーをお届けするためですから、もうこれは仕方ないです。次会ったら絶対に行きます。無理そうじゃないと。東京もしやさ、ツアーのさ、札幌とさ、なんかあったりする、札幌であったりしない？しないよね、しないよね、さすがにそんなうまくはいかないよね。こんばんは、ありがとうございます。まあ仕方ないよね仕方ない。ちょっとあれだね、もうね、ちょっとぜひ行った人に感想を聞こうと思います。どうもありがとうございます。で、次こそは次こそはです。ありがとうございます。ちょ、神戸は行かないな、本当に。なんかもうさ、今行くところとしたらさ、やっぱ愛知しかない。愛知と幕張メッセだから、もう人生がもう愛知と幕張メッセの人生だから。今こんばんは、どうもありがとうございます。どうもありがとうございます。そうそうそう、愛知と幕張メッセの人生な。はい、こんばんは。こんばんは。わあ、めっちゃ行きたかったな。めっちゃ行きたかったね。めっちゃ行きたかった。こんばんは。あ、どうもありがとうございます。だ、この気持ちはきっと皆さんがお仕事で、例えば SKE 店があったとして、お仕事が忙しすぎて昨日終わったよって言われた時と同じ気持ちかもしれないこんばんは、どうもありがとうございます。どうもありがとうございます。こんばんは。はい、でもツアーは100楽しいので。ね、衣装店とかあったらめっちゃいいよね。こんばんは。あ、そうだねそういうことだね、そういうことです。こんばんは。どうもありがとうございます。
なんか幕張メッセとかさ、愛知エキスポとかさ、あれじゃない？めっちゃさ、なんかさ、入り口がさ、ワクワクしない？入り口がこう、なんか階段登るじゃん、会場へって。ちょっとなんかあそこら辺ワクワクしない？ね、生誕ドリンクとかめっちゃ楽しみ。私去年は公演デビューとかもしてないから誕生日何もなかったんですよ。普通にお家でケーキ食べる配信みたいなしてただけなんで、めっちゃ楽しみですね。うん、そう、めっちゃさ、ワクワクしない？ポートメッセって私行ったことありますか？お試しロングトーク会ってあれな、どこだった？東京ビッグサイトってあれ？さ、自動でさ、歩けるさ、自動道路みたいなのあるところ？何も決めてない。ちょっとさすがにちょっと気が早いかなと気が早いから何も決めてないよ。あ、やっぱそうだよね、お試しのトーク会はさ、ポートメッセだよね。どうもありがとうございます。え、そうだよね、わかる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 、そうだよね、歩けるのあるよね、中に。わかるわかる。こんばんは。でもさ、あの時はさ、もうさ、だってこっちさ来てさ1ヶ月ぐらいしか経ってないからさ、なんかもう場所なんて分かってなかったから、ちょっとそれはごめんそれはごめんだよ。場所なんて分かってなかったもん。なんか今自分が愛知のどこにいてみんなと話してるかなんてさ、その考えても分からないレベルの時だった。なんかまだ千葉にいる気分だった時。それはこんばんは。だって言ってたもん、配信で。千葉も愛知も変わりません生きてたら別にそんな場所関係なかったですみたいな言ってた。言ってました。こんばんは。そう、関係なかったから結局ね。暑さにも寒さにも強いです。ロングトーク会の時は本当にわけわからなかったですね。初めてのことすぎて不思議でした。なんかこうまだ誰とも、だから私はそのトーク会までこうショールームのアバターと話してたので
ショールームのアバターと話してたから、もうなんかほぼなんかなんかもうさね、アバターと会話してたんですけど、トーク会を経験してから人と話してるっていう実感が湧いた。それまでは本当になんか不思議な感覚だったんですよね。アバターと会話してるみたいな。でもね、なんか不思議でしたね。まあまあ、ありがとうございます。本当？やっぱそうだと思います。他のメンバーさんも言ってるんだ。そうなんですよ。本当になんか最初の頃はアバターだって、まあそれはそうなんですよ、それはそうなんですよ。だってアバターの話してるからね、ショールーム。ここにもいっぱいアバターがいるけど、そう、なんか初めてなんか私のことをめっちゃ知ってる人がいっぱいいるっていう状態になったあの日。ポートメッセでした。インポートメッセ。想像以上に私のことを知ってる人がいっぱいいるっていうことに気づいた日。10月の20、16、7、8、9、20、21、22、23、24、25、26あたりその26だったかな、25、26だっけ、だった気がする。こんばんは。私が配信で言ったこととかがみんなに知れ渡ってるという不思議な、なんか現象が起こってた。そうですよね、28、29ですよね。そうですよね、知ってた。誰もありがとうございます。今は普通に人と話してるうんそんな最初だけだって。最初はさ、うん、本当に不思議だったもん。なんか人とアバターと話してるっていう不思議な感じだったんですけど、今はもう人と話してます。こんばんは。本当ありがとうございます。こんばんは。なんかそう、だからね、いろんなことがありましたね。でもなんか昨日なんかめっちゃめっちゃいろんな人になんかやめないでねって言われてなんか本当になんかいろんな方にやめないでねって本当に数にして10人ぐらいに言われてなんでってなりました。なんでなんでってなりました。そしたらなんかあれらしい、
イホラブさんの新曲がアイドルやめないでみたいな感じの曲らしくて聞いてみた。みんなにやめないでやめないでねって言われたんですけど、びっくりしました。急にやめないでねっていろんな人がさから言われたからびっくり。ありがとうございます。ありがとうございます。うん、本当にさ、なんか急にさこう言われたから、でもなんかそのみんなが言ってる理由を知ったのが最後の方だったから、なんか勘違いするようなことを言ってしまったのかもしれないと思ってめっちゃ不安になったんですけど、違ったみたい。ありがとうございます。あ、そういうこと。最近朝配信でめっちゃ眠そうだったからじゃないそうかもしれない眠そうだった、やめないでねって言われるっていう申し訳ないですね。やめないでっていう言葉にどうやって反応したの？なんで？なんで？ってなりました。普通に。でもね、あの睡魔に負けてる時は確かにってなってるけど、まさかさみんなにさそんなさ言わせてしまうと思わなくてさ、ちょっと焦りました。なんか焦って。ね、だから眠いと言われちゃうかもしれない眠いと言われちゃうかもしれないからちょっと頑張って寝ますね。こんばんは。まあ確かに今そりゃそうかも。なんかリハ期間は本当になんかなんかもうさ死にかけだっただけど、もうねなんか乗り越えてよ。とりあえず乗り越えた。で今月はまだ朝配信あると思いますね。こんばんは。テレマカシーン言わないじゃん。いつ愛理さんに配信見られてるかわからないいつ配信を愛理さんに見られてもいいように言わないです。まあ。人間誰しも眠い眠い時ある。今日はまあ中止になってしまったので、だいぶねそんなね本当に公演の予定だったので何もなかったので、まあ、休めはしたんですけど本当に申し訳ない気持ちで。こんばんは。眠いけどどうしてもやらなきゃいけないときどうやって眠気覚ます？体勢変えるとかかな。
ギナナありがとうございます。こんばんは。今日は2時間半配信です。まあ、おおよそ公演の2時間配信です。2時間半配信です。ちょっと1分遅れたので2時間10 25 29分配信ということで、公演を超えていこうっていう気持ちです。でも歩きながら寝るはないんじゃ、立って寝るはなんか正直あるし経験もあるけど、なんか歩きながら寝るはちょっと異次元すぎる異次元すぎ。普通にあと1時間22分あります。一回電車で立ちながら寝ました。普通に1時間ちょっと立ちながら寝たことがあります。怖い。寝ながら公演できるレベルはなんかさすがに怖い。そういう時はあのイルカと一緒です。片目ずつ寝ましょう。なんか歌える？ちょ、イヤホンないからあれかも。こんばんは。イヤホンが出現したイヤホンが出現したけどちょっとなんでなんか歌えるって聞いたんだろう。歌わないけど歌わないけど、歌う音はしてないけど、なんか届いたイヤホンが。こんばんは。どうもありがとうございます。歌う曲はないよね。転生はありません。カラオケ機能に転生はないんです。こんばんは。謎のダンス講座ダンス講座をするんですか？それで本当にあのやる人が一人でもいるならいいですけど、なんか誰もやらなそうだからあれです。こんばんは。あとありがとうございます。ラブリーノベーションは手の動き覚えて振り込みしたい。だってええー
トゥ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 です。完璧ですね。完璧ですよ、それ。はい、こうやって、はいはいって手を挙げて、スンって下ろします。まずラブリノベーションで、ラブリノベーションします。ラブリノベーションしました。そしたら横にスッスッ苦手ですよ。なんかさ、人に教えるってさ、なんかだいぶさあれだよね。スッドゥドゥドゥに、この状態、横に、はいはい、上、横、うん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 、はい、くくるくるくる、シュくるりん、はいです。ダンスはそういうものじゃないですか。ダンスをさ、ダンスをさ、擬音以外でさ教えるってさ、どういうこと、どういうこと。はいはい、落とす、横、戻す、上、横、引く、くるくるくる、シュくるりん、はいえ、でも結構さ、あの同期の子たちにさ、教えるのうまいねって言われるんだけど言われるんだけどな言われるんだけどなって思った。今くるくるを覚えたいのよ。だからなかったー、そうです。はい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 です。もうさ、なんかさ、そのカメラ越しっていうのが難しいだけだよ。ただただね、キツネさん、タヌキさんレベル、どういうこと、どういうこと。はい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 、こっちからどうやってやってんの、どうやってやってんだろう、やっかいげだ、何どうやってやってんだろう。手首が最初上、難しいね。だから言ったじゃないですか、ダンスって意味わかんないんですよこれが言いたかった。なんかわからなかった、もうさ、で意味わからないじゃないですか。よく考えちゃったらね、よく考えちゃったらなんかかもしれないんですけど、不思議、理解しちゃう。はい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 、でも私が一番よくわからなかったのはここ、懐かしい、なんだんだんだんにゃんのところが難しい、
なんか音の取り方最初わけわかんなくてできなかった。こんばんは素晴らしい。今じゃ乾燥のセンター上手、下手全部できる。下手は唯一やったことないんですよ。4ポジやったんですけど、 S 公演は全部結構真ん中多くて、上手2個真ん中2個だったから下手なかった。ありがとうありがとう、元気な姿が見られて嬉しいって、なんていい方なのなんていい方なの。こんばんは。手の動き、制服の目の公園の手の動き神。どこ詳しく褒めるときは詳しくということで、どこ褒めてくれてんだ。手の動き、制服の目公園の手の動き、なんだろう。一番難しいのは君江さんポジのまま、違うかも。一番難しいポジ分かんない、もうなんか分かんないわ。何が一番難しいの、分かんなくなってきたかも。でもゆずぽさんのリトマがめちゃめちゃ難しい。ゆずぽさんポジのリトマがめっちゃ苦手だった。こんばんは。で、ありがとう。ターンとか体の動きを変えるときとかの動き、ありがとう。でも結構ダウトのタンタンタン、シュインシュインシュインのところがなんかすごいいい感じに回れてるから、ぜひ21日の制服の目のダウトの感想を見てみてください。なんか結構なんかすごいシュリーンってなってる、シュリーンみたいな、もうなんかこうやって回ってんじゃなくて、なんかスルンって回れてる。あそこなんか得意なのかもしれない。なんか前から思ってたが、なんかもうほんとにこうやって回るんじゃなくて、こうやって回ってるように見えなくもないです。斜め、ありがとうございます。こんばんは。髪型可愛かったことしか覚えてない。素晴らしい素晴らしい。ゆめ、ありがとうございます。楽園は振り入れされた時にこの曲が一番好きだって思った。でもリハとかで靴履いてやったらやばい、この曲が一番難しいかもってなった。靴が相まって難しいですね。手の動かし方がお上品とか言ってくれてありがとうございます。お上品、初めて言われたか。じゃあこれもお上品なのかもしれない。これこんばんは。
私こんぐらいの厚底のヒール履いて、あの足首ひねっても無傷なぐらい足首が柔らかいので大丈夫です。本当にあの嘘ついてないんです。このぐらい厚底のやつでもう思いっきり足ぐねってやっても全くあの無傷なレベルです。さすがに一回ソフトボールを踏んで捻挫した時は痛かった。それさ、よく分かった、面白すぎる。ボール踏んでさ足首捻挫したんですよ。なんか一回言ったことある配信で。でもめっちゃさ、めっちゃ腫れてさ、めっちゃ思いっきり捻挫したんですけど、その時めちゃくちゃ痛くてもうそれ痛すぎてさ、びっくりしちゃったよね。あの時びっくりしちゃったよ本当に。ね、よく中盤曲が似合うって言っていただきます。バレしてないよもうさソフトボールってさこんぐらいあるんですよ普通にさ。ここにさ乗ってさグニってさ、なんでさそう捻挫して、その日はなんかまさか捻挫してると思わないからめっちゃ痛いけど、そのまま部活やって帰ったの。そしたらめっちゃ腫れてて病院に行ったんですけど、もうしばらくめっちゃ痛かったですね。それに1ヶ月ぐらいずっと痛かった恐怖恐怖恐怖ですね。ソフトボール皆さん足元にあったら絶対踏まないようにしてください。こんばんは。もうやばい、本当にやばい。ソフトボール踏むのが一番痛いかもしれないから皆さん気をつけてください。いやまさかまだボールを片付けを終えれてないと思ってて、終えれてないとは思ってなかったんですよ。もう全部片付けたと思って普通にあの話しながら歩いてたかなんかしてたら踏んだ踏んだ。でもありがとうございます。はい、足元に本当に気をつけてください。いつソフトボールがあってもおかしくないので皆さん気をつけてください。8作ぐらいですか、結構そのぐらいだと思う。こんばんは。本当になんかないと思うって思って私も普通に歩いてたので、気をつけてください。そのあると思って歩いてたらそれならないんですよ。皆さんないと思ってるから踏んじゃうから気をつけてください。いつ現れるか分かりません、あいつは。こんばんは。確かにソフトボールって怪我多かったわ。だってさ部活でさ3年間っていうかさ2年間ぐらいしかやらないじゃん、結局引退があるし2年半とかじゃん、やってもさ。その中でさ2回結構大きめの怪我してるけどさ、年に1回怪我してる女だったからさ、ちょっとやばいね。ソフトボールのデッドボールって痛い。こんばんは。え、でも分からなくてさ、階段さなんかさ普通にさ歩いててさ、こんばんは。いや、分かるけどさ
いや分かるけど、えでもそれってさあれえ下がるときなんかさ、下るときなら分かる、あ登るときもあるか。え確かに登ってて、なんかあと1段あると思っておおってなることはある。あと下ってるときにあと1段あると思ってたらめっちゃ足ついたこととかもあるけど、どっちのこと言ってるの。こんばんは。どっち、どっち。1回目ありがとうございます。こんばんは。え、悪くない、普通に下がってる時もさ、登った時もあるって。あるよ、どっちも。こんばんは。え、あるって。ないと逆に、逆にないんだ。あるよ。こんばんは。ありがとうございます。私の好きなあのリノベーションのところは、キミエ散歩時の時にボロボロのスニーカー、ダダ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 が好きです。わかりますか。こんばんは。どうもありがとうございます。こんばんは。めっちゃあそこいい。なんか最初覚えるときめっちゃなんか難しい、リズム難しいと思ってたけど、あそこめっちゃいい。あそこめっちゃいいです。ハードありがとうございます。どうもありがとうございます。どうもありがとうございます。こんばんは。キラキラありがとうございます。そうです、もう1時間半経ってます。すごい。どうもありがとうございます。こんばんは。まだありがとう。お腹空かないよ。
袋ありがとうございます。1時間半も話し続けられるのすごい。1時間半も見てるのもすごいけどね、思うんですよ。結構1時間半見てくれてるのってだいぶすごいことだなって。1時間半ですよ。なんかよく飽きないで見てくれるなと思いますね。であと1時間ありますから、2時間半も飽きずに見られるっていうのは相当な愛だと思いますね。こんばんは。いやそうなんよ、そうなんよ。なんかさ、テレビ見たい人とかもさ絶対いるのにさ、見てくれてるのがさ普通にさすごいなって。え、でもわかるわかる。なんかさ配信もさ合う合わない ありますよね。わかります。ずっと見ていられるさ配信もあればさ、ちょっと見てさあのやめちゃう配信もあるじゃん。なんかさすごいよね、そう。サータン顔小さくなったけど最近食べてないですか？食べてます。でもありがとう、顔が小さくなったということで。こんばんは。二度目ありがとうございます。このメンバーさんにメールで作詞送ったら恥ずかしくない？え、ちょっと送ってみて送ってみて。 何を作詞したの？テーマ何？こんばんは。テーマはなんだろう。いやでも結構、いや本気でなんかあのいつか曲の歌詞書いてみたい。な結構たまにポエマーな時あるから、ないい歌詞書けそう。こんばんは。え、そう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 、だからさ作者得意そうはやめて。作詞ね、作者は別に得意も何もないからね。作者得意そうはね、あれは恋愛ですね。送って送って送っちゃって。それダジャレもいけるから、確かに韻踏んだらさ結構さいい感じじゃん。インフンでさなんかいい感じできそう。こんばんは。こんばんは。どうもありがとうございます。ハンバーグ爆発して一目惚れ。え、そしたらもうさ、それはさハドのハートが爆発して一目惚れみたいな方が良くない？方が良くない？いやでもいける、本当にいける。なんかさいつかね、だか誰かさあの作曲得意な方いたら一緒にやりましょうか。一緒にやって楽曲提供しましょう。じゃどうもありがとうございます。ハ
とのハート爆発はやばい。どういうやばい？結構いい、良くない？なんかなんだろう、僕はハッとしたハートのハートが爆発するようにみたいな、そういうね、なんかさ、もうめっちゃ踏んでる、いい感じ。こんばんは。こんばんは。でもさ、なんか音符とかさ、わかんない人いるよね、作曲家さんで。ピアノ弾けない作曲家さんいるよね。じゃ、バグじゃない？普通におやすみメール結構前に送りました。どうもありがとうございます。あるよね、アプリで曲作れるやつ。こんばんは。どうもありがとうございます。どうもありがとうございます。こんばんは。音符ありがとうございます。こんばんは。りんご飴はカットします。カットするべき、カットするべきです。なんかまずわかんない、昔ながらのりんご飴食べたことないけど、りんご飴はうまく切れないはず、自分でやると。で、切ったらめっちゃ美味しい。りんご飴可愛い曲作れそう。どういうこと。こんばんは。こんばんは。こんばんは。そうなんですよ、まあココアちゃんに素の笑顔が一番って言われたので、一
ちごとぶどうある。みかん食べたことない。みかん食べたことないですね。こんばんは。やっぱ個人情報なんで個人情報なんで、はい、個人情報は守っていきましょう。どうもありがとうございます。どうもありがとうございます。こんばんは。そうです。もうなんか髪の毛のレパートリーがなくなってきました。もうなんかだんだんなんかもうなんもないよね。もうだいぶない。でなんかいろいろやってみたけど何が似合うのかすらもうわからない。もうわからなくなってきちゃって困った。どうもありがとうございます。よくあるよ、最初の方に話したこと忘れてる。ハーフアップはしないです。リンゴヘアもしないですね。こんばんは。ハーフアップだけは絶対にしない。絶対にしないです。数字はやったことあるんですよ。フェスでやりました。1回公園で前髪流すのめっちゃ勇気いる気がする。どう？めちゃくちゃ勇気いると思います。こんばんは。新しいスイカヘアって何？めっちゃ新しいスイカヘア流行ってんのかな？なんだろう。こんばんは。二度目ありがとうございます。どうもありがとうございます。
こんばんは。すいませんこんばんは。アイドル前組はやまないですね。分けない方がいいっていう結果に陥りました。分けない方がいいんです。メイクさんにも同期にも言われました。分けない方がいい。受けない方がいいって言われた。まあまだそんな巻くほどあれだけど、メイクさんにも同期にも言われました。受けない方がいいって。こんばんは。もうこれがベストなんですよ。もうなんか前髪に関してはなんかもうこれもう超えるものはなくて本当に。でもなんかわかんない、薄い方がいいのかもしれない。でも薄すぎても似合わない。本当になんかちょっとでめっちゃ変わるんですよ印象が。男前って言うな男前って言うなって言うね。急に分厚くなった感じさ。こんばんは。もう瞑想、前髪に関しては永遠に瞑想してるから。瞑想してます。どうもありがとうございます。もしありがとうございます。サードは時々かっこいい。不思議、そんなこと言われたことないよ。ココハちゃんぐらいにしか言われたことないよこんばんは。夢ありがとうございます。
あ、でもなんか親友とかにはよく言われた、なんか言われる。まあ、コガちゃんはちょっと例外だけど、学校のお友達とかにも言われるけど、そんなね、ね、こんばんは、に、え、押したくなる理由がそこなんだ。ありがとう、ありがとう。それは、生き様がかっこいいからありがとう。どうもありがとうございます。怖い、暗闇、怖い、こんな暗、怖い。ハッピーバースデーってこと？なるほどね。こんばんは。最近さ、めっちゃ言われるんですけど、なんかみんなさ、なんかさ、握手会とかでさ、サータイイケメンだねとか急にさ、なんかさ、みんなさ、なんか急に言ってくるようになったんだけどさ、何の影響、何の影響で言ってるの、急にみんな言ってくるようになったんだよね。サータン今日もかっこいいねって言われる、謎にかっこいいねとかイケメンだねとかもめっちゃ言われるんですけど、そう、どうもありがとうございます。なんか初めの頃は初めて言われたっていうあれだったんですけど、もうなんか最近言われすぎてなんかおー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 って なり始めてますね最近は。そう、なんか不思議だから、みんなみんな行ってくる、みんな行ってきますね。こんばんは。
髪は伸びたよ、本当に本当に伸びたよ。もっとここだから。こんばんは。どうもありがとうございます。こんばんは。こんばんは。ね、ここも短い時はさ、もう何もできなかったからね、普通に。こんばんは。ね、髪の毛に確かに引っ張られるちょっとこうあると思いますね。本当になんかめっちゃ言われた。めっちゃかっこいいね。でもあれだ、日曜日の服は言われなかったんですけど、土曜日の服の時にめっちゃ言われました。どうもありがとうございます。ありがとうございます。ハートありがとうございます。
100回目ありがとうございます。ありがとうございます。ね、北海道はでっかい道ですから、ほんまま北海道です。ごめん、ありがとうございます。北海道は1回目です。やっぱ海鮮ですよね。海鮮が食べたいです。どうもありがとうございます。いや、ジンギスカンはなんか挑戦できなさそう、未知すぎて。どうもありがとうございます。そうなんだ、スープカレーも美味しい。ラム肉は全然食べれるんですけど。こんばんは、どうもありがとうございます。ありがとうございます。どういうこと、新名パフェってどういうことだ。ありがとうございます。ね、ね、髪は伸びてるよ。髪は伸びてるよ。気になるよね、なんか外までになっちゃってるね、これがね。
なんか幕張ってさ、あれさ、全員が全員さあるのかと思いきやさ、ないのかな。なんか全然詳細とかまだ知らないんですけど、なんか2日間連続であるわけじゃないっぽい。1日だけなのかなって勝手に思ってるんですけど、どうなんだろう。こんばんは。こんばんは。あ、どうもありがとうございます。そう、なんか違うっぽくて、だから要は多分1日だと私は予想してるんですけど、まあいずれにせよ歩行が決まらないです。まだほんま、どうもありがとうございます。全然わかんないです。私も皆さんと同じレベルの情報しか知らないので、でも福岡は本当になんかまだ決められてない。早めに決めておきたいんですけど、こんばんは。どうもありがとうございます。こんばんは。おんぱありがとうございます。4月中旬頃ね、わかんないのかな。じゃあ、もし、ありがとうございます。本当ありがとうございます。どうもありがとうございます。
ばんは。女の子もいらっしゃいますよ。こんばんは。どうもありがとうございます。すごい新しい言語が、新しい言語が、どうもありがとうございます。どうもありがとうございます。あ、でもなんか昨日かな、なんか海外から来てくださった方が英語でこう話してくださったんですけど、もう全部理解できてめっちゃ嬉しくて、なんか意外となんか英語めっちゃ苦手って思ってたけど、こう話せるぐらいには、なんか聞き取れるぐらいには、あの英語できてるんだなって思ったのと、めっちゃ嬉しくて、本当になんかなんて言うんだろう、こう海外から来てくださって、なんか私の笑顔が好きだって言ってくださったんですけど、本当になんか英語だった。でなんかめっちゃもうなんか普通に聞き取れたから、意外とあの勉強の成果で出てるのかなと思いました。 なんとなく。そう、めっちゃさ、あの最初さ、なんかこう普通にあの海外の方と気づかなくて、普通にありがとうございますって迎え入れたんですけど、迎え入れたというかあの言ったんですけど、そしたらあの英語だったから大丈夫かなと思って真剣にめっちゃ聞いたらちゃんと理解できたから、そう嬉しかった。海外の方に私の笑顔がいいって言ってもらったことがめっちゃ嬉しかったですね。だから Thank you って言いました。 Thank you ありがとうって言っときました。全部わかった、それが嬉しかった。英語でお話しされまし、されてくれまし、されま、されま、されまがしいでした、本当に。こんばんは。もう本当に嬉しいですね。こんばんは。こんばんは。ありがとう、ありがとう、それは。こんばんは。ね、ありがとう、ありがとう。どうもありがとうございます。
すごい、もう2時間半が終わりを迎えようとしています。なんか閉店の音楽ってさ、なんか嫌だよね。なんでかわかんないけど、別にさ、閉店がさ、なんか嫌なわけではないけど、閉店の音楽ってなんか嫌だよね。わかんないけど、なんていうの、あ、そうそう、蛍の光、なんかめっちゃ嫌じゃない？寂しくない？なんかよくないよね。もっとさ、なんかさ、盛り上がる曲で終わらせたらさ、もうちょっといい気がする。マックってこんな早く閉まるんだ。こんばんは。もっとさ、なんか盛り上がる曲でさ、終わらせてほしいよね。オキドキってめっちゃテンション上がるよね。わかる。フラストレーションとかでもさ、騒がられるのもさ、騒がれたらちょっとあれだしさ、閉店間際に、それは嫌だよね。見たことない。なんかもう国内ばっかなんだよね、映画見るとしても。でも映画があんま好きじゃなくて、なんか本当にドラマとかの、どうもありがとうございます。明日は朝ですね。夜できないです。朝配信です。どうもありがとうございます。よかった。助かる。よかりました。そう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 、連続の方がいい。映画は見に行くけど、結局なんかドラマの方がいいなって思うって前も言ったかも。前も言ったら、ドラマはあの一話一話になんか盛り上がりポイントがちゃんとあるから面白いんだと思うよって言われた。海外ドラマはもう見たことない。韓国ドラマなら見たことある。でもなんか英語のドラマはもう見ない。ドラマの映画か、ドラマが好きだったら見る。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。ダルマありがとうございます。そっちハマるよね。確かにその日に終わるから続き気になっちゃうもんね、ドラマ。それはそう。でもドラマってすごいよね。全部で12時間とかあるわけでしょ。結構すごい、結構すごいです。まだ、ありがとうございます。ありがとうございます。
そうで12月そうなんですよ。めっちゃ楽しみ。でもなんか12期にはいません。ドクター X 好きな子いなかった。だから本当に一人で見に行くしかなさそう。まあでもちょっとドクター X に関しては一人でも全然見に行きます。こんばんは。全然もう見に行けちゃう。逆にちょっとドクター X の場合は一人で見に行った方が集中して見れるかもしれないと思ってる。だから楽しみ。 NGF 大丈夫かな。大丈夫だと信じましょう。大丈夫ですよ。段中見ます。13位桃、12位魔法使い、11位メイド、10位男の子、9位キャベツ T シャツ、10位男の子、7位ボブ、8位もキャベツ T シャツじゃない？違う、青 T シャツだ。青 T シャツ男の子。5位恐竜、6位サータン、6位サータン、8位青の男の子、3位メロンソーダ、2位クロミ、1位カブト。ありがとうございます。ごめんなさい、なんか順番分かんなくなっちゃった。でも多分全員呼ぶはずです。ありがとうございました。本当に皆さんも体調にはお気をつけください。手洗いうがい。手洗いの大事ポイントはここだけじゃないよ。ここだけじゃなくてここと、ここと、ここ、こうやって指一本一本洗うのも大事。うがいは絶対3回以上、1回10秒が理想。皆さんもありがとうございます。大事大事です。気をつけてください。皆さん皆さんもありがとうございます。もしもありがとう。こんばんは。ありがとう、ありがとう。ありがとうございました。